旧敵である西国の大将が鎌倉まで赴いておるとのことです。ほう、それはまことか。しかも主神鬼や龍骨星との戦いで深手を負ったという噂。今ならば西国の大将といえどたやすく打ち倒せましょう。いざこの機に雌雄を決し、天下波動を我らの手に収めましょうぞ。麒麟丸様、ご命令をくださります。あわけ奴に戦いを挑むというなら、傷つき弱まっていない時を選ぶが正道。さほどに決戦とは崇高なものである。貴様らはそんなこともわからんか。陸はおらんのか。ここに。今すぐ奴に霊剣新たかな薬草を国中から集めて届けてやれ。急げよ。分かった。戦うならば全身全霊を傾けなければ意味がない。姑息な手段で勝ったところで残るは虚しさだけぞ。よい。相変わらずの固い字のお方よ。手数がかかってかなわぬ。あれがなければ天下などたやすいものを。燃えてる伊佐よい様のお屋敷が。ああ、間に合わなかった。犬の大将、死んじまった。